皆さんこんにちは、キュー太郎ジュニアです。さあ今日はジュニアくん、広島でいただいたこちらタランチュラのグミとタコのグミ、こちらを食べてもらおうと、ジュニアくんに食べてもらうんですが、ジュニアくんには内緒で、ジュニアくんの苦手なこのトカゲの人形を忍び込ませるとどうなるかっていうのを検証したいと思います。ということで、ジュニアくんどんな反応するんでしょうか、行ってみましょう。お願いします。どうぞ。あら、あらグミだよジュニアくん。ほら食べてごらん。うん、グミだよ。ほらほら、グミでしょね。うん、もうちょっと前おいで。で、こっちどうぞ、食べていいよ、どうぞ。うん、あら、バレてるかな。どうした、嫌な予感する？いいよ食べて、ほらいっぱいあるよ、こんなにいっぱいあるね。はい、どうぞ食べてください。あら、食が進まないだいぶ警戒してますねジュニア君。うん、いいよどうぞ、よし食べていいよ。うん、いいよ食べて。うん、どうぞ。うん、手が出ませんね。いつもだったら手出して食べるじゃん。いいよどうぞ食べてください。あ、変なもんが見える？見えないでしょ。ほらどうぞ。ほらジュニアくんどうぞ。渡したら食べるね。なんで取って食べればいいじゃん。ねえ、美味しいでしょ。うん。怖いの？怖くないでしょ。まだ微妙に見えてないから大丈夫でしょ。ジュニアくん。何？いいよ座って。うん。何？座ってって。うん、どうぞ。何？食べない？食べないの？ほら。食べない？うん？いらないの？こっち来て。ジュニアくん。はい。どうぞ。はい。ということで、これは怖くない。そしてこれも怖くないけど、これは怖い。ジュニアくんでした。